あれがバッチを宇宙まで連れて行ってくれるスペースシャトル？ああ、ついに夢にまで見た宇宙旅行が実現したよ。努力すれば夢って叶うもんなんだな。おめでとうバッチくん。宇宙に着いたらまた連絡してね。感想を楽しみにしてるのだ。お土産も楽しみにしてるよ。任せといて、みんなにもテレビ電話で景色を見せてあげるよ。いいなぁ、いつかオイラも行ってみたいなぁ。本当に月にウサギさんいるのか見てみたいよ。そっか、一応旅行プランでは月面着陸する予定だから、時間があったら人参持って探してみるよ。うんうん、もし見つけたらその時もテレビ電話でよろしく頼むよ。オッケー、それじゃあみんな行ってく、グッドラック。それは僕たちのセリフな。行ってらっしゃい、気をつけて。グッバナナ。お土産に好きな石も取ってきたよ。バイバイ。私は土星の輪っかが欲しいのだ。それは無理だよ。まもなくスペースシャトル稲妻号離陸します。3、2、1、エンジン点火。はあ、バッチくんお空に飛んで行っちゃったね。宇宙旅行は1ヶ月の予定みたいだから、戻ってくるまでの間あのビッグボイスが聞けないと思うと少し寂しくなるな。だけどきっとバッチくんのことだから、また元気な声でヤッホーイって帰ってくるはずなのだ。だね。それじゃあ見送りも済んだことだし、僕たちも我が家に帰るとしますか。なるほど。宇宙旅行行ってみたいって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いただきます。ひぃー、雷だ。おへそ隠さないと。何ビビってるのバナオ君、大げさだな。だって電気ビリビリ怖いじゃねえの。体に当たったらきっとあわわわわわってなっちゃうよ。まあ落雷が直撃するのは危険だけど、僕たちの体の中にはいつも弱い電気が流れてるんだよ。え、それって一体どういうことなのだ。例えばドッジボールをしているとき、飛んできたボールを目で見たら体の中で何が起こると思う。筋肉をカッチカチにしてキャッチするに決まってるじゃん。私ならビューンと走って逃げるのだ。だね。それは見たことやしたいことを弱い電気の信号にして神経が脳に伝えてるんだよ。目の神経がボールが来たぞと脳に伝える、そしてボールをキャッチしろという脳からの電気信号を神経が手や足の筋肉に伝えればボールが取れるっていうわけなんだ。なるほど。じゃあ電気は体の中に当たり前にあるもので、怖いだけじゃないのか。そういうことです。それにしても本当すっごい雷と雨だね。この様子だと当分やみそうにはないのだ。今俺バチ君はどうしてるのかな。もう宇宙には着いたかな。スペースシャトルで大気圏を突破して宇宙に到着するまでにかかる時間は10分前後だから、だいぶ前に着いてると思うよ。そんなに早いの？近くない？もっとかかると思ってたのだ。宇宙空間は上空をめがけて直線距離で100キロ、宇宙ステーションまで400キロだから、車の速度でも数時間あれば着いちゃうくらいかな。近いような遠いような、宇宙ってよくわからないね。おそらくそろそろ宇宙ステーションで落ち着いているか、ゆっくり景色を満喫している頃だとは思うんだけど。ねえねえ見てよ、あんなに大きかったロケットが今ではあんなに小さく見えるのだ。スペースシャトルね。あの辺りに見えるってことはまだ宇宙空間を漂ってるみたいだな。わあ、まるでバチ君がお星様になっちゃったみたいだね。物騒なことは言うんじゃないよ。噂をしてたらちょうどバッチ君から電話みたいなのだ。テレビ電話みたいだし、ちょっとテレビに接続してみるのだ。やっほーい、みんな元気？元気ってつい数時間前に会ったばかりじゃないの。あ、そうだったか。それで念願の宇宙旅行はどんな感じ？それがさ、ちょっと見てくれよこの絶景。で、なんだ？緊急事態発生、緊急事態発生。小惑星がスペースシャトルに向かって接近中。繰り返す、小惑星がスペースシャトルに向かって接近中。大丈夫かバッチ。小惑星が接近中って、これめちゃくちゃまずいんじゃないの。おいおい、冗談きついぜ。まったく、宇宙でハプニングイコール死亡フラグじゃねえか。さすがにまだ死にたくないぞ。このままでは直撃する可能性があるため、クルーの皆さんは緊急脱出システムを搭載したスペースレインボーデラックスへ直ちに避難してください。ごめんみんな、景色を見せてあげたかったけど、今はそれどころじゃないみたいだ。また連絡するか。バッチ、俺は大丈夫だから、みんなそんな顔すんなって。え、切れちゃった。どうしよう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 。バッチ君が死んじゃう、バッチ君が死んじゃう、バッチ君が。落ち着いて落ち着いて、
焦ってもしょうがないし、バッチが大丈夫って言ったんだ。あいつは今まで一度も嘘をついたことがないし、絶対に死んだりするはずないよ。だけど僕の親友のしぶとさはゴキブリ以上なんだぞ。ギャー、嘘だろバッチ。昨日宇宙旅行へ出発していたスペースシャトル稲妻号に小惑星が衝突した模様です。この事故により宇宙開発局長で船長の星空あかりさん、他クルー2名が意識不明の重体です。このニュースもしかして間違いないよ。バッチ君が乗ってたスペースシャトルについての報道なのだ。出発の時この人たちも一緒にいたし、あれから連絡もつかなくなってたけど、みんな意識不明の重体になってるみたいだね。ってことは爆発に巻き込まれずに済んだけど、何かあって選手をさまよってるってことだね。極めて危険な状態には間違いないのだ。大変だよ。それじゃあ今すぐお見舞いに行かないと。待って、このニュースおかしいよ。おかしいって何が？だってバッチの写真だけが載ってない。しかし懸命の救助活動を実らず、1名が亡くなったみたいです。亡くなったのは宇宙旅行を予定していたバッチさん。心よりご冥福をお祈りいたします。今この人なんて言った？嘘でしょ。あれ、おいらまだ夢でも見てるのかな。これはきっとお金持ちのバッチ君のドッキリなのだ。それしか考えられないのだ。こちらは小惑星衝突時に撮影された脱出装置の内部の映像です。大変ショッキングな内容のため、心臓の弱い方はご注意ください。急いで乗り込め。あぶねー、滑り込みセーフ。これで全員揃ったな。これより緊急脱出する。みんな捕まれ。さあ大変です。船長、読みの酸素分泌がありません。そう、もう小惑星は目の前だ。今から引き返す時間はないぞ。まずいな、これじゃ地球に戻る前に酸素がなくなってしまう可能性が高い。全員死ぬだろうな。申し訳ありません。もっと早くに気づいていれば。お話し中すいません。酸素ってどれくらい足りないんですか？バッチ君か、せっかくの宇宙旅行なのにこんな事態に巻き込んですまない。いえ、覚悟はしてきてるので大丈夫です。謝らないでください。それで酸素は足りないっていうのは？酸素ボンベは一人一本ずつここにあるんだが、ここから地球までの到着時間と距離を計算すると酸素ボンベ一本分ほど足りないんだよ。この脱出装置だと 2,3 時間はかかりそうですね。酸素ボンベがあと1本分あれば皆さんの命は助かるんですか？だがその1本が足りないのが宇宙空間では致命的なんだよ。我が愛しの妻と子供たちを無事に帰れなくてすまない。もうじき船内の酸素がなくなるだろう。生き残れる可能性はないだろうが悪ガキだ。酸素ボンベ用意。イエスだ。俺一人の命で3人が助かるなら安いもんだな。決めたぞ、ゴーゴーポッピンズだ。ご覧のようにスペースシャトル稲妻号のクルーは緊急脱出したものの、酸素不足の危機に陥ってしまったのですが、今は亡きバッツさんの行動により3名の命は守られました。そろそろ酸素が尽きる頃だな。船内映像に各自遺言を残しておこう。息苦しくなってきましたね。こんな形で人生が終わるとは夢にも思いませんでしたよ。バッツ君、まずは君から地球にいる大切な方へメッセージをどうぞ。バッチ君、ダメだ、もうすでに意識を失っている。そんなバカな、彼の酸素はまだ残っているはずだ。待て、全く酸素が減ってないぞ。どうなっている？違いないっす、バッチ君は最初から酸素ボンベを使っていなかったみたいです。1本分の酸素が丸々残っています。まさか、バッチ君、私たち3人を助けるために。そして宇宙飛行士の3名はバッツさんの酸素ボンベを使ってなんとか生還。ふむふむ、速報です。つい先ほど3名の意識を取り戻したみたいです。本当によかった、本当によかった。何が何だか信じられないんだけど、本当によかったってどういうこと？よくないよね。バッチ君はどうなったの？バッチ君は自分を身代わりにしてみんなの命を救ったヒーローになったんだよ。そうだよね、バッチ君。それでバッチ君は死んじゃったの？答えてよ、二人とも。マーちゃん、カッシー君、バナオ君。
まるで眠ってるみたいだったね。死んだとは思えないほど綺麗だったけど、これで本当にバッチ君とお別れなんだね。うん、今でもまだ信じられないよ。またヤッホーイってどこからともなくフラッと現れるんじゃないかって思ってしまうのだ。うん、合宿そろそろお家に帰ろうよ。もうとっくの昔にみんな帰っちゃったよ。うん、バッチ君寂しがり屋なところあるし、また近いうちにみんなでお墓参りに来ようね。うん、辛いし悲しいのはみんな一緒だよ。気を強く持って、私たちはバッチ君の分も生きていかないといけないのだ。カッシー君が生きている今日は、昨日死んでいたバッチ君が死ぬほど生きたいと願っていた明日なのだ。しっかりするのだ。分かってる、頭では分かってるんだけど心がどうしてもついていかないんだよ。バッチ、バッチ君、バッチキュー、おいらの体の電気信号が目から雨を降らせろって指令を出して止められないよ。どうしたら無理だよ。え、バラ君今なんて、私の類線も電気ショックで崩壊しちゃったのだ。もうカッシー君が指示するから。ん、待てよ、電気、僕たちの体の中にはいつも弱い電気が流れてるんだよ。見たことやしたいことを弱い電気の信号にして神経が脳に伝えてるんだよ。シー君、ハッシー君大丈夫？あ、ごめん、考え事していた。全然反応しないからびっくりしちゃったよ。それで何をそんな真剣に考えてたのだ？バッチを生き返らせる方法を考えていたんだよ。死者蘇生するための方法を。いやいや、そんなのいくら考えたところで無理に決まってるじゃないの。ついにカッシー君が現実逃避をし始めちゃったのだ。いや、まだ可能性は残されてるかもしれないんだ。わー、カッシー君がとうとうおかしくなっちゃったよ。全に正気を失ってるよ。僕は至って冷静だから聞いてよ、二人ともバナオ君とマーちゃんの協力が必要不可欠なんだ。うーん、どうやらこれはマジみたいだね。うむ、本気の目をしているのだ。どういうことか話すのだ。少し難しい話になるんだけど、二人とも昨日話したこと覚えてる？体に電気が流れてるって話？確か人間は脳からの電気信号を神経が手足に伝えることで動いてるんだよね。うん、それでまず人間は心臓が止まった約10秒後に血液が流入しなくなった脳は活動を止めるんだけど、脳の細胞は血液流入の停止後最高で8時間まで生きていられるって言われてるんだ。つまり事故から8時間以内の今ならバッチ君の頭の細胞がまだ生きてるかもしれないってことだね。心臓が止まっているから脳が動かない状態になってるんだ。それで体を動かす電気信号を送れないっていう感じなんだよ。なるほど。だから裏を返せば、心臓というか心肺が停止しているから脳は活動してないけど、心臓に強い刺激を与えて動かすことができれば血流が流れて脳神経が再び活動開始、再び体中に電気信号を送り始める可能性がある。詰まるところがバッチが蘇生する可能性があるっていうことだよ。なんとなくやろうとしてることというか、意味はふわっとわかるんだけど、なんていうのかな、刺激を与えるっていうのは心臓マッサージ的なやつだよね。そうだね。そこで昨日話した電気の力を使って心臓や全身の細胞に強力な電気ショックを与えて強制的に体を動かすんだ。バッチが死んだのは深夜から今朝の間だから、もう時間に猶予はないよ。でも電気ショックって一体どうやってやるの？もちろん最強の飛来針を作るんだよ。落雷を利用して電流を流すんだ。なんてはちゃめちゃな作戦なんだ。だけどこういうの悪くないよね。おや、協力するよ。私だってバッチ君が生き返る可能性があるなら何だってやるのだ。よし、家にある金属をとにかく集めて最強の飛来針を作るんだ。よし、行くよ。ゴーゴーポッピン。よし、できたぞ、最強のポッピンズ飛来針。あとはこれで雷が来てくれるのを待つだけ。いやいやいや、急いで作動させないといけないのだ。だね、頼むぞ、動いてくれよ飛来針。実装装置が上がっていってよ。どうかこの作戦がうまくいきますように。あの上に乗ってるボロい傘、あれが最強の飛来針になるはずなんだ。あ、これまずいんじゃないの。おへそかっさめたよ。雷落ちすぎ
電気が走ってる。これ作戦成功なんじゃないの？うー、ほんと死ぬかと思ったよ。心臓に悪いね。心臓を動かすためだったんだけどな。それで一体どうなったのだ。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。ツイッターとインスタグラムもあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。